はい、えー。おはようございます。遠藤です。9月26日、朝会よろしくお願いします。まずは自己紹介なんですが、私、シティバンク等で25年ぐらいインターバンクディーラーをやってまして、まあ、ちょっと10年ちょっと前に独立して個人投資家やってます。まあ、その合間にこんな感じで情報を配信してる遠藤と申します。よろしくお願いします。ということで、まあ、週明けなんですが、 えー、皆さんまあ,あのコメントの方の方でなんでポンドが下落したのかあの話してほしいということで今日はポンドの話とまあ金曜日の,あの海外市場の動きあとイタリアがね選挙があって、まあ、右翼連合があの政権取りそうということでその話もしたいかと思いますまあポンドと、まあ、英国とイタリア共通することはちょっと痛みに耐えかねてきたかなというところなんですが まあ、ポンドが急落、1993年以来かな、みたいな、まあ、その前にもあり、その後もありましたけど、えっ、ー、と、まあ、この時はポンド危機だったですよね。で、えー、まずトラス政権のサッチャーよ、もう一度、新自由主義マッシュグラみたいなことでタイトルをつけさせていただきました。まあ、トラスさん、政権、 発足で、えーまあ、減税と規制緩和で25.5兆円の経済対策を行うという発表をしたんですね。これは年以来の大型減税になりますで減税するにはその資金をが必要なわけなんですが、えー、それを国債増発で、えー、賄おうとしてます。 そうするとその国債というその国の債務の管理が不能懸念から国債が暴落した国債が売られたわけですよねで、えー、と2023年の国債発行予定額は従来の1315億ポンドから1939億ポンドに、まあ、これ50%ぐらい増えるっていうところですよねで、まあ、これを受けて株安債券安通貨安のトリプル安になったというのが えーきあのー、金曜日のおポンドのお下落ですね。本来であれば、えー、と今世界的にインフレなんで景気を冷やさなきゃいけないわけなんですねアメリカは一応そういう政策をやってますその中で減税するっていうことは景気を刺激するんでインフレがさらに加速するリス,リスクがあるわけですよね。で インフそうなるとインフレを、あのー、景気が、あのー、減速しないで景気が加速しちゃうんでインフレがますます加速するんでそれを抑制するためには A ・中銀が大規模な引き締めこれ以上にやんなければいけないということなんで、まあ、ド,イツ銀なんかドイツ銀行なんかは、えー、この予想で今週中にあの緊急会合をやって、えー、BOE が あの緊急利上げをする必要があるみたいなことを言っていますよね。で、うん、このトラスさんサッチャー元首相が憧れの人で、まあ、サッチャーのここは僕からは僕の意見なんですけどサッチャー政策っていうのは、えー、と減税規制緩和で成長と促進をするまさにサッチャーさんとレーガンさんで新自由主義っていうのを始めたわけです。まあ、これ1980年代ですけどね。 で今更日本は新自由主義がみたいなこと言ってるんですけども新自由主義なんかリーマンショック終わって終わってるよっていう感じなんですけどまあまあまあえっ、ー、とまあこのサッチャーさんっていうのは現在とさっき言ったように規制緩和によって経済を成長させするってことをしてるんでそれをやろうとしてるのかなという感じなんですが今はその時じゃないでしょうとあのまずはインフレを抑えるためには成長を抑えてインフレを 沈静化させてから刺激をして、えー、と経済を加速させていかなきゃいけないっていうのに今やるとそれって最悪の経済対策になるよっていうことで、まあ、サマーズ米財務長官なんかはポンドアパリティ割れるだろうとで、まあ、日銀の介入も批判してたんですけど彼。 でこれはあのやっぱり、痛みを伴ってるわけですよね英国なんかすごくあのー、インフレになってるし、そ,その痛みをお和らげるために減税するっていうので、ちょっとポピュリ,リズム的な政策、まあ、市場は警戒してるということで。えーまあ 経常収支が赤字でブレグジットでコスト,コスト増で人手不足っていうのが英国の今置かれてる立場なんでまあそれがますます悪くなるかなというところなんですねまあここら辺がえっ、ー、とポンドが下落した材料というところですねはい、はい、えっ、ー、とそういうとこなんでまあそこら辺はえっ、ー、と結構いろいろなところに出てるんですけどポンドトリプル安になりましたよねこの 結構こんな感じですよね。1.12台から1.08台までいって今ちょっと下突っ込んだところを戻ってきたんですけどで英国の金利なんですが、まあ、2年債利回り 4%10 年債利回り3.85%ぐらいまでいったということでこれどうなんでしょうね歴史的に見ると。 こんなな感じになってますよね、えー、10年債利回りは、えー、リーマンショックのちょっと前ぐらいのところですよね。で2年債利回りもやっぱり、えー、リーマンショックの前のところなんで、まあ、結局リーマンショックを。 まあリーマン・クライシスなんて言うんですけどえあの英語ではここを起点にして世界的にあの低金利、まあ、経済成長があのリーマン前に比べると世界的に経済成長が減速したんで世界は低金利になってますます緩和をして景気を刺激するという。 のが世界的だったわけですよねで、まあ、その前に戻ってしまうっていうことはこれやっぱり金利的には相当あの圧力かかるっていう感じなわけですよね。うんまあそういうこともあってえー、っとそうですねあのお英国株もお急落ということでまあこれ、えー、FT100 なんですけど 急落しましまたよね7180ポイントから7000ポイント割れぐらいのところまで行ったということで、まあ、これがポンドの下落の原因ということで、で、えっと、そうですね、えっと、クワーティング営財務省、現在はまだ追加があるっていう、なんか火に油注いでるぞみたいな感じなところがあって、ちょっと問題はこれで。 英中銀がどう動くかですよねあのドイツ銀行が言うように今週緊急利上げあるのかどうか、まあ、そうした場合ちょっとポンドの下落を、えー、サポートする可能性はあると思うんですけどますます金利が上がってあの英国の人たちは苦しむかなというところがありますよね。うん、あとは、えっと、そうですねあの結構 PMI が出てちょっとこれ見ると。 いろいろ出てるんですけど、見にくいんで、ちょっとまとめたインベスティングコムさんのちょっと使えますね。その方が比較的わかりやすいんで。はい。えー、っと、ま、あこんな感じになってるんですけど、ま、あ総じて、あのー、PMI、 ヨーロッパは良くなかったですよね。ユーロ圏製造業49.6から48.5。で、えーっと、サービス業も49.8から48.9に落ちて。で、英国もサービス業50.9から49.2。製造業はなんか47.3から48.5に行きましたよね。で、ドイツが、えー、製造業が49.1から48.3。 で、えー、サービス業が47.7から45.4。まあ、50下回るっていうのは、景気は減速なんで、まあ、これ悪いですよね。フランスちょっといいんですけど、で、一方で、アメリカが、えー、と製造業が51.5から51.8、サービス業が43.7から49.2と, 49. ということで、 まあサービス業が50下回ってるんですけど前回の43.7って結構衝撃的な数字からはえと50に近づいてきて製造業も50を一応維持してるんでまあ相対的にアメリカの方がやっぱり経済もいいし一応正しく金利を上げてて えっと、インフレ率が少しピークアウトしたかな感があるんで、まあ、ここら辺やっぱりドル買いになってしまうっていうのはそこら辺もあるのかなとアメリカがなんとかこのインフレを沈静化して景気、まあ、減速するんですけどそれを抑えつつっていうことに対してちょっとヨーロッパの方が。 景気も、あの、インフレも、あの、政治もまずいっていうところに来てるんで、まあ、そこら辺が金曜日の動きだったのかなという感じがします。ただ、えっ、ー、と、米国株、えっ、ー、と1、ダウは1.62%下落、ナスは1.8%、SP500 は1.72%下落ということで、まあまあ、えっ、ー、と、 GS なんかは3600ポイントに SP500 の目標を下げたのかな、まあ、とはいってももう今更って感じですけどね、まあ、やっぱり かなりいろいろなところがこう下落したということでエネルギーも5.2%とかシェブロンが6%とかって下落してますけど結構原油が WTI がついに80ドル割れて78ドル台に突っ込んだんですよねやっぱり景気が減速するっていうことで、まあ、コモディティっていうのはやっぱり需給に左右されるんで景気減速すればそれは落ちますよねっていう感じなんで、まあ、ここら辺が うーんパウエルさんの意図通り景気が減速すればそういうものの需要が、えー、抑えられるんでインフレが抑えられる、まあ、そこまで金利を上げていくぞ、あのー、インフレと戦うぞ、あのー、フェードはぶれないぞって言ってるんで、まあ、そこら辺は正しいというか今の段階では正しいですよね。まあ、それに対ししてて英国は減税ちゃうっていうっと 景気減速するじゃんみたいなあ景気加速するじゃんみたいなところですよね、うん、で、えー、とフェアグリードインデックスやっぱり、えー、ついにフェアエクストリームフェア領域に、えー、突っ込んできたということで、うん、そ,そうですねやっぱりもう少しあの突っ込んだところはむしろ会話が来るただちょっと今のところは、えー、と今日あたりは、うん、今日明日はちょっとなっていうところですよねでビッグ2も えと上昇してますよね、30%近く、29.92ということで30、30%、えー、付近まで来てる、まあ、やっぱり30を超えるときって結構暴落っていうときなんで、まあ昨日はあ、金曜日は、まあ、そ,のそれほど落ちませんでしたけど、1%ント強でしたけど、やっぱりこれ、あの1000ドル級、30超えてくるときって千ドル級、7八百800ドルから1000ドル級の下げなんで、ちょっと危険領域に来てるかなと。 いうところがありますで、今日えー、っと、に昨日、イタリアの選挙があって、出口調査では、まあ、点数400なのかな、で右派連合が228、上院では200中115ということで、まフ、あ、ァ連合が政権を奪取しそうだということですね。このファ連合っていうのは、イタリアの同胞、同盟、フォルツア、イタリアのこの、 3つなわけなんですが、一応、えっと、支持率、右派連合全部で40から45%ぐらい。で、このイタリアの同胞が一番多くて22から26。まあ、ここの党首がメローニさんという女性で、で基本は右派っていうのは、基本反 EU、反緊縮、反移民なんで、うんえー、まあ、そこら辺が。 こちらもあ反禁止にすると,、えー、と経済がまた痛むでしょうみたいなところなんですけどただ一応イタリアも EU から補助金をもらわなきゃいけないんでこの補助金がかなりあのかなりな額なんですね。ということであのそれをもらうためには反、e、EU とも言えないんで一応 EU と協調するよみたいなことをメローニさん言ってます。 でまあ、イタリアカ家連合の,あの一応選挙公約としてはイタリア第一主義、えー、国際協調で、えー、インフラの整備と EU 基金の効果的活用これが EU 基金というのが、まあ、あのユーロからの EU からの補助金ですよねあと行政財改革と一応まともなことを言ってるんですけどどうですかね。で、えー、っと そういうところで、えー、なると、イタリアのお話なんですが、こんな感じになってますね。えー、とこ,この同盟、五、まあ、つ防止運動もポピュリスト政党なんですけど、これ割れたんですよね。あと、フォロッツァイタリア、イタリアの同胞、ここら辺がウファ連合を形成してるんですが、民主党っていうのが一応左派、まあ、左派という言われてるんですが、中道左派で、まあ、ここら辺は環境配慮。 かつデジタルを活,活用した持続的な発展、労働と社会正義、市民の権利みたいなのが選挙公約なんで、まあ、ここが一応右派に対抗する軸なんですが、えー、と今回、やっぱりかなり、えー、支持を伸ばしきれてないということで、えー、中道左派連合は、まあ、25%から29%ぐらいの支持しか得てないんじゃないかなというふうに言われてます。 でで、えー、そうですね、えーまあ、このメローニさんという女性がイタリア初の女性首相になるかというとこなんでイタリアただ選挙制度が結構あの複雑で大統領があのノーという権利もあるんですよねだからどうなるかっていうのはちょっと分かんないんですけどやっぱり、えー、雰囲気としてはやっぱりこの根っこのところは一応あのー。 公約ではこういうふうに EU と協力してくれるよと EU からお金もらわなきゃなんないんでっていうところがあるんですけど根っこのところはやっぱり反 EU 反緊縮反移民ということでまあ,あのそういう政党なんでどこまでえとその公約通りいけるかでまたあの仲間れこのイタリアすぐ仲間割れするんですよねあの今回もこのイタリアの政党で五つ星運動が二つに割れたんですけど まあ、要はイタリアみたいにちょっとし,ょし,しょっちゅう、まあ、日本もかつてそうだった時もありますけど政権が変わるところっていうのは少数政党が乱立して、まあ、みんな結構そうすると選挙に勝つためにポピュリズム的なとこ方向に動くっていうところがあるんで、まあ、そこら辺がイタリアの弱さでもあるかなというところであります。で、えー、今度はイタリアの国際利回りなんですがうーんと。 イタリア10年かどんとまだちょっとあの今日のところは始まってないんですけどやっぱりイタリア10年祭りは周りもこんな感じでリーマンリーマン前まではいか言ってないんですけど、えー、と高い位置まで来てますよねやっぱりそういうふうに反禁縮みたいなことを言うと国債が売られて財産赤字が増えて国債が売られるだろうみたいなところがあるんでまあここら辺はちょっと。 日本も気をつけなきゃいけないところではありますかねというところですね。はい。で、まあ、こういう感じで、右、え、派、ー、勢力勝利かということで、日経新聞にも出ています。で、えー、っと、そうですね、えー、っと、まあ、まあ、そこら辺の話ですね、ブルンバーグもね、えー、そういうところなんで、えー、っと、 まあ、今日はとりあえず、あのー、欧州の、まあ、えっ、ー、と、米国市場も下落しましたけど、欧州のネタが、こう、英国とイタリア、どちらもリスクあのオフの動きなんで、ちょっとね、その、株価にとっては上値が重い、まあ、昨日き、あのー、金曜、あのー、大阪の先物が、 休日もできるようになって、一時2万6250円まで落ちて、2万6000円、今400円ぐらいで終了してるんで、ちょっと株価も下、突っ込みやすいところかなというところなんで、リスクオフの動き、いい警戒かなというふうに思います。ただ えっと、ドル円も、えっと、黒線では円高なんですけど、ドル円も介入警戒感があるんですけど、基本はやっぱりちょっとドル高、介入の後やっぱりじわじわ来てるんで、今後はやっぱり心理戦ですよねあの、介入出るんじゃないかというところとの心理戦、あとはユーロも下落してます、あのポンドに、まあ、まずはポンドがあのドル買いの,あの引き金を引いたんですが、下落してますが、だいたい アジアの薄い時間で下突っ込んだとき、まあ上買ったときもそうなんですけど、欧州時間で反対行くことも多いんで、そういう意味ではちょっと、ここは一旦えっ、ー、と、ポンドとかユーロは少し様子を見て、欧州時間入ってからどっち動くかっていうことを見たいかなというふうに思っています。はい。えっ、ー、と、まあ面白いのは、あの、ユーロポンド、あのー、ポンドが売られたんで、 ユーロポンド結構上昇しましたよね。ユーロ買いというよりはポンド売りだったんですけど、今度、イタリアの選挙で、えっと、ユーロ売りになったなるんで、ちょっとポンドがあのポン、ユーロポンドが下落する可能性はもしかしたらあるかもしれないというところですよね。まあ、そんなところでしょうか。うん、はい。えっ、ー、と、まあ、ちょっと週明け、えーと、リスク回避の動きで、あの基本はまだ、 ドル高で株がちょっと重たい動きが続くんですが、介、まあ、入警戒感もあって、黒線で円高になりやすい局面なんで、久々にリスク回避で円高になるということで、まあ、リスク回避で円が売られるよりは、リスク回避で円高になった方がまだ。 ちょっととホッとするかなみたいなところもあるんですけど、まあ、そこら辺気をつけて今日は、えー、まずアジア時間で欧州時間が入ったら、えー、と欧州通貨ユーロとポンドがどう動くかっていうところを見極めて、まあ、そこからでも遅くはないと思うんでねあ,のあんまりちょっとあのユーロ売りだポンド売りだって言って、えー、とアジア時間で突っ込まない方がいいかなっていう気もします。 はい。ということで、この、あのー、動画良ければ、いいねボタンとチャンネル登録まだの方がいらっしゃれば、チャンネル登録よろしくお願いします。今週も頑張りましょう。